東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。最内枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。ブラビオ前走の敗戦を今日の勝利につなげたい。大舞台でこの馬本来の走りに期待したいところです。オートリスレプト、また一頭影の実力馬が登場、放送を期待したいところです。コンパニオン、数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。放送を期待したいところです。アラビアダイナ、芝の名手を背にこの大舞台に挑みます。鞍上の好リードでいざ G1 制覇へ。エイシンレリック、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。テンマエンスコンス、鞍上は人気薄での名手、一発の可能性は十分にあります。マイネイコーン、その漆黒の馬体には力強さがみなぎっています。アドマイヤレイヤー、人気はありませんがこの鞍上には一発の魅力があります。勝ってあっと言わせたいところ。ダイナソロ、さあ一番人気馬の登場です。実力は誰もが認めるところ、勝ってファンの支持に応えたいところです。高尾富士マドンナ、前走を解消しているこの馬、この舞台でどこまでやれるか注目です。桜進撃、サラブレッドらしい見事な影の馬体が G1 の大舞台でさらに映えます。竹伝、こちらは今日の2番人気、人気は譲っても勝利を譲る気はありません。ムーアスタイル、人気はそこそこですがその実力は侮れないものがあります。十字アロー、好位につけマイペースでいけばゴールが見える。パワーターマック、はるばる海外から参戦、このレース注目の一頭です。今日はどんな走りを見せてくれるでしょうか。ダンスインザドーン、人気上位馬を脅かさんと不気味な雰囲気を醸し出しています。この馬を軽視することはできません。エアングライド、さあいよいよファンファーレです。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。
さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。これは大丈夫でしょうか。オートリスウェプト枠入りを嫌がっています。大丈夫です。最後にエアングライド入ってゲートイン完了です。スタートしました。ポンと飛び出したのはダンスインザドーアラビアダイナー。この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがアラビアダイナー、続いてダンスインザドー、先手を取ったのはアラビアダイナー、その外に桜新劇、エーシンレリック、そのうちに続いています。間が空いてエンマエンスコンス、並んで3番コンパニオン、その外からムーアスタイル、その隣にアドマイアレイヤー、この位置にオートリスウェプト、後方に控える形で高尾富士マドンナ、内からはマイネイコーン、その外にパワーターマック。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。さあ先頭はエーシンレリック、2番手は桜新劇ダンスインザドー、3番手 G1 3勝高尾富士マドンナ、まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。日曜王者の争いだ。ここで先頭に立った高尾富士マドンナ、外からムーアスタイル、高尾富士マドンナ先頭、200を切った。高尾富士マドンナ伸びてきた。2番手はムーアスタイル、高尾富士マドンナ先頭だ。高尾富士マドンナ1着、2着はムーアスタイル、3着に桜新劇、高尾富士マドンナ1番人気に応える見事な G1 勝利です。Yes.